じゃあ美しいにいきますね。まず最初の点を右下に向かって打ったら、この点よりも必ず上から次の角に向かって抜いていきます。この角に向かって抜いていくね。で、反る。この感覚を一緒になるように縦を持ってきますね。で、真ん中のまっすぐの線は上の線よりもやや短く、最後のまっすぐの線は上とほぼ一緒ぐらいでいいかな。ここの間隔は上の間隔よりも少し狭くして、で、この伏せる位置は最初の線の2倍よりも少し長めぐらいで伏せて止めてください。そしたら立てて、ちょっと立ててから、払いますね。そしたらその角度、位置を合わせて横に抜いてください。